スクインター。北陸アイドル部のキャプテンゆかり姫です。今回も小松松江にあるパブからお届けしたいと思います。こちらはパブリックの適正です。ゆかり姫、はい、このマスクインターについて一つ聞きたいことがあるんですけど、よろしいですか？もちろんです。何ですか？このマスクインナーの透け心地いかがですか？なんか息苦しいのかなとか思ったんですけど、全然違和感がなくて、喋っててもマスクが膨らんだりへこんだりしないので、すごく話しやすいです。ありがとうございます。あとマスクインナーのいいところ、他にもありますか？このマスクインナー、お子様や女性の方など、その大きさに応じてハサミでカットして使えるんですよ。カットして使えるの？